ども、映画大好き VTuber の床屋もこです。床屋もこの映画100本ノック104本目の続きということで、鬼滅の刃の人気の秘訣について考察してみましたので、解説していきたいと思います。ちなみに映画の内容とパンフレット豪華版のレビュー動画も出しているので、ぜひぜひそちらもご覧ください。いやー、半端ないですよね、鬼滅の刃。公開3日で、興行収入46億円を超えたということで、 SNS でも映画館でも強烈な熱気を感じています。よく映画館に行く私ですが、ここまでの熱気は本当に久しぶりです。日本における公開3日間の興行収入のこれまでの1位がアナと雪の女王の 19.4 億だったことを考えると、とんでもない数字だと思います。さらにコミックスの累計発行部数も1億冊を突破したということで、こちらも半端ない数字です。さて、これだけの人気作となった鬼滅の刃ですが、その理由はどこにあるのでしょうか。まず Google トレンドの数字を見てみると、鬼滅の刃ってワンピースやナルトみたいに漫画連載開始時にすぐに盛り上がったというより、アニメ放送で人気に火がついたことがわかりますよね。ここで疑問に思ったのが、放送時間帯が深夜だったアニメ鬼滅の刃がなぜ最終的に小さな子供を含む老若男女に愛される漫画になったのかというところです。鬼滅の刃ヒットの理由、早速私の考えた結論はこちらです。漫画の力、アニメの力とその広め方、そして自説、これらの掛け算で小学生から大人まで全世代にリーチしたのだと思いました。当たり前のようにも聞こえますが、要素を分解するとこれらの掛け算が非常にうまくいった結果なのかなと思いましたし、その仕掛け人となる方のお話はかなりためになるものだったので、詳しく紹介していきたいと思います。まずは漫画の力、これを大きく3つに分類して説明しますと、1つ目は物語のテーマですね。家族の物語、強力な敵と戦い意志をつなぐ物語、強烈な理不尽に立ち向かう物語、こういったところから共感されるテーマであったと思いますし、これに力強いセリフが掛け合わさって多くの方の心を動かしたのかなと思いました。2つ目の要素は子供にも親しまれるポイントが抑えられているということですね。シリアスな展開の中にもきちんとギャグ要素があったり、真似したくなるような術名やかっこいいセリフ、キャラ自体が全体的に幼いことや、女の子のキャラクターが可愛くて強いことも、女児を含む小さな子供たちに人気が出た理由なんじゃないかなと思っています。このあたりは鬼滅の刃の初代編集担当である片山達彦さんのインタビュー記事でも分かりやすいテーマや小学校低中学年にも分かる内容への意識について書かれていて、確かにそうだよなというふうに思いました。このように作品として小学生にも届く下地があったということ、これも非常に重要だったんじゃないかなと思います。最後にシリーズ構成ですね。例えば今ワンピースは97巻まで出ているんですが、鬼滅の刃は今年12月に発売予定の23巻で完結となります。人気絶頂で幕を閉じるこのコンパクトさから、完全にブームが来た後からでも読みやすい、追いつきやすい、そんなハードルの低さがあったようにも思いました。続いてアニメの力です。なんと言ってもこちらは映画版のレビューでもたくさんお話ししたんですけれども、本当に素晴らしい映像なんですよね。UFO テーブルさんのアニメーションが鬼滅の刃の世界観を大きく拡大したことは間違いないと思いました。戦闘シーンがとにかくかっこよくて、私は初めて見た時に第1話の段階で涙が出てしまいました。続いて声優さんの力ですね。本当にお芝居の力も強かったと思います。花江夏樹さんを筆頭に素晴らしいキャストの皆さんの熱いお芝居最高でした。すぐに殺されてしまう鬼にもその声優ですかっていうような豪華なキャスティングだったりもしまして、本当に贅沢だなと思って楽しめました。そして歌の力ですね。オープニングソング「グレンゲ」は紅白歌合戦でも歌われるほどの大ヒットとなりました。この力も本当に大きかったんじゃないでしょうか。鬼滅の刃をこの歌から知ったなんて方もいるかもしれないですよね。思わず歌いたくなるようなかっこいい曲だったと思います。で
広め方ですね。ここが最初疑問だった深夜アニメがなぜ子供たちにまで届いたのかという部分になります。私もかなり疑問に思ったので、いくつかのブログやツイッターのつぶやき、それから周りにお話を聞いたりもしてみたんですが、やはり最近の子供たちは YouTube や TikTok から情報を得て、そして配信サービスで視聴したというようなパターンが多かったようです。Netflix や Amazon プライム、その他いろいろな配信サービスで見ることができるので、この鬼滅の刃を配信サービスで見たという方も多いんじゃないかなと思います。さらにね、地上波でも20局で放送されていたんですね。通常 4,5 局と言われている深夜アニメの放送ですが、鬼滅の刃に関しては20局で放送されていたということで、全国で見られる環境が整っていたということなんですね。でこうした広め方はたまたま出来上がったのではなくて、実は裏にそれを作り上げた人がいらっしゃったということで、今回で言うとアニプレックスの、高橋優馬プロデューサーさん、この方の計画だったそうです。でこの高橋優馬プロデューサーがやったこととしては、先ほど話したような配信を前提にする戦略を取ったり、ヘイトシリーズで付き合いのできていた UFO テーブルさん、さらにリサさんを鬼滅の刃と引き合わせたりと、さまざまな戦略を取っていたそうです。高橋さんは、化け物語、日だまりスケッチ、エンジェルビーツ、アイドルマスター、フェイトゼロなど本当にビッグタイトルの宣伝プロデューサーをいろいろと務められた方で、この方のねインタビューも私読ませていただいたんですが、すごく勉強になりました。中でもファンと作品の間に架け橋を作るのが仕事だとおっしゃっていたところが印象的で、まさに私も高橋さんが作ってくださった橋の上を渡って鬼滅の刃と出会えたんだなというふうに思ったりしましたし、広告の仕事というものがですね、すごく素敵なものなんだなというふうにも感じさせてくれるような素敵なお話でした。で、最後に自節ですね。新型コロナウイルスの影響で自宅で過ごす時間の増えた人たちの多くが配信サービスを通して鬼滅の刃を見たのかなと思いました。加えてウイルスと戦う状況に置かれる私たちは、圧倒的に不利な状況でも絶対に諦めず、自己犠牲の精神で戦う炭治郎たちに感情移入せずにはいられなかったのかなとも思いました。また映画においては他の海外のビッグタイトル、例えば MCU のブラック移動やナイル殺人事件などの延期もあって、異例のスクリーン数で公開することができたのかなと思います。さらに映画館の全席開放のタイミングとも重なって、たくさんの方が映画鬼滅の刃を楽しめる状況ができたのかなと思いました。このようにして老若男女に愛され、映画館を救う救世主となる映画が爆誕したのかなというふうに思いました。はい、めちゃくちゃ語ってしまったんですが、とにかく劇場版鬼滅の刃無限列車編、とても楽しくて最高の映画だったので、たくさんの方に見てほしいなと思います。皆さんが思う鬼滅の刃の魅力はどんなものでしょうか。映画の感想などぜひぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。この動画が少しでも参考になったよという方は、高評価のボタンやチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。私はこれまで100本以上の映画のレビューを投稿していたり、金曜ロードショーを毎週同時視聴していたりします。ぜひぜひ一緒に映画の話をいっぱいしましょう。ということで、ご視聴いただいた皆さん本当にありがとうございました。また次の動画や配信でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。あーすごいたくさんのインタビューなどを読んで、この動画を作ったんですけども、すごく勉強になりました。本当に一元広告代理店の社員として勉強になるなというような感じでした。はい結構真面目にちょっと語りすぎましたかね。まあ、いっかはい、ここまで見てくださった方本当にありがとうございました。